姿は見せずに現れ消える、正義の味方、うなるぞ手裏剣、消えるぞ影が、素晴らしい技のさえを見せ、お正月ぞ風が吹く、今日も行く忍者、正義の味方、誰にも知られず誰にも見えず、敵がいる森を目指して、少年忍者部隊とは、太平洋戦争当時世界各国に潜入するためスパイ訓練を受け、特に甲賀流伊賀流の忍法を身につけ、科学の全てを学んだ少年兵たちである。月田公平人呼んで月光を長とし、月影、明月、月形、三日月、月食、満月、月の輪、以上8名の隊員は絶えず日本軍の影の力となって大活躍を続けていた。これは彼らの勇気と闘志の物語である。我が誇る無敵連合艦隊は太平洋の怒涛をものともせず、日夜出撃を続けていた。が、艦隊が珊瑚海海域に入ると、決まってどこからか砲弾の一斉射撃や戦闘機の来襲に遭い、大きな損害を被っていた。この敵の攻撃が珊瑚海海上のとある小さな島を危機にしていることを探知した連合艦隊司令長官山本五十六は、早速少年忍者部隊に命令を発したのだった。少年忍者部隊月光以下8名に秘密命令を発し、よく聞け。我が連合艦隊は敵の秘密要塞の在りかをついに発見したの。長官、それはもう大丈夫。諸君の力でこの要塞を一気に崩壊できれば、我が艦隊の作戦も有利に展開するんだ。こっちに来い。それは南緯10度〇〇、東経153度〇〇分の地点にあるこの小さな島だ。山本五十六長官の秘密命令を受け取った月光たち忍者部隊は、早速特殊潜航艇に乗り込み、丸月丸日、謎のことをめがけて出撃した。謎の島へ上陸した忍者部隊は、早速秘密要塞を探し始めた。
おかしいな。ジャングルばかりで首隠しなんかどこにもないぞ。月光、島を間違えたのかな。ばっかりすんな、月の甘いやつ。そこの島だ。よくもう一度手分けて探そう。月の中の月の上は南、明月、満月は東、三日月と月の上は北、僕は月食を連れて西へ行く。と、その時、今日だ。いやー、危ない、絶対だ。というが早いか、月光の背中にある日本刀が空を切った。さすがは月光。一瞬妙衆返しや逆手切りで物の見事に氷を切り倒してしまった。大丈夫か月食。え、大丈夫。それより月光、私の倒れたところにこんなものがあるわ。あれ、なんだこれは。誰かがボタンを落としたらしい。記念に僕が拾って帰ろう。相変わらず月の輪欲張りだな。早くしろ。おい、みんな変だぞ。ボタンに根が生えてる。また冗談を言ってるわ。月の輪は本当だよ、触ってごらん。よし、騙されると思って。よし、あれ、こいつは変だ。見たいんで月にくっついてるみたいだぞ。結構どれどれ。うん、本当だ。